はい、皆さんこんにちは。中小企業診断士の淳富岡でございます。本日はですね、京急羽田線の工事屋駅に来ております。これからですね、私が5年前から応援しておりますおいで通り商店街を訪ねてみたいと思います。こちら工事屋は、駅前再開発ですね、ずっと工事してましたけど2年前に完成しまして、高層マンションが建ちました。だいぶ綺麗になってね、駅前の広場も綺麗になりまして、向こうに見えるのが環八通りですね。羽田空港にほど近い場所に位置しております。はい、こちらからおいで通り商店街になります。おいで通りね、実はこの商店街は以前はですね、西麹屋商店会という名前だったんですね。でもこちらの会長の福島会長がどうしても商店街の名前を変えたいというご希望がありまして、それで一緒にいろいろ考えまして5年前にこのおいで通りという名前に商店街を変えました。ここにコーヒーチェリーが見えますね。喫茶チェリー、こちらの喫茶店は、ちょっと前にね TBS のテレビドラマのロケに使われたという、とても雰囲気のある喫茶店でございます。喫茶チェリーさんですね。ちょっと入ってみましょうかね。はい、名門喫茶チェリーにやってまいりましたね。マスター、はい、こちらはこの間のロケに使われたんですよね。はい、こちらです。あ、集団左遷、はい、ね、すごい人気のドラマでしたけども、どなたが出演されたんでしたっけ。福山雅治さんと、はい、香川照之さんかな。香川照之さん、福山雅治さんね、はい、お二人ともすごい人気者 で、ね、どうでした、一日そのロケは。大変でしたね。大変でした。どんなところでした。時間が長くて、ええ、夜9時頃までやりましたから、うん、あ、本当結構時間かかりましたね。ねえ、その間お客さん入れませんもんね。そうですね、貸し切りでした、貸し切りでしたね、はい、ちなみにお二人がロケしたのはどの席なんですか。真正面の。真正面の、はい、うん、あ、ここの席ですよね、はい、ここの席、そうそう、ここで二人で密談をしているね、いうのが撮られてました。ちょっと座ってみましょうか。はい、福山さんと香川さんが座ったこの席に私も座ってみましたね。そういうわけでございます。だからなんだってわけじゃないですけどね、はい、いや、今マスターとちょっと話してたんですけどね、すごい毎日何組もね、この福山さんが座った席に座りたいというお客様がいらっしゃるそうです。皆さんも一度いかがでしょうか。今日はね、お盆の時期なんで静かですね。あ、ここベンガベンガさんね、地元の人が愛用するスーパーマーケットでございます。マクドナルドさんもちゃんとあります。あ、あそこに焼肉屋さんがありますね。青葉さんも美味しいという評判ですよ。松屋さんもありますね。整骨院さんもあります。はい、歯医者さんもあります。はい、あ、チミロさん、中華のチミロさんね、美味しいですね。あ、養老の滝さんありますね。こちらで結構よく飲みますね、はい。あ、今日お休みにね、不動産屋さんなんかお休みですね。はい、あ、爽やかさん、信用金庫さんありますね。ブンブンさんと、それから金美堂さん、こちらも、あ、金美堂さんね、はい、いろんなアクセサリー売ってますね。はい、生態院さんもありますね。あ、こちらのね、おまんじゅう美味しいんですね。ちょっとカバーがかかっちゃって見えませんけども、はい、種銭さんの
お饅頭美味しいですよ。薬局さんもね、ドラッグストアさんもあります。お花屋さんもあります。喫茶店さんもありますね。こちらも喫茶店ですね。カフェプランタンス、床屋さんもあります。神リハズ一番おじゃ店、麹や調剤薬局ですね。居酒屋の恵比寿さんですね。その隣が麹屋商店さんですよ。商店街の役員さんやってますね、近藤さん。近藤さんいるかな。向こうですね。ちょっと行ってみましょうか。こちらは満腹さんですね。今日はやってないですけども、ここも映画のロケによく使われるお店でございます。今日はちょっとお盆の時期で静かでね、で会長のにちょっと会おうかと思ったんですけど、お盆で休みですね今日ね。会長がね、ちょっと会長に会えなくて残念でした。今日はちょっとねテストみたいなもんなんで、これで帰りましょうかね。はい、すいません、帰ります。